マリア・ロレットは、スペイン・アリカンテ県、ビジャ・ホヨーサ、ラ・ビラ・ホヨーサ出身の新体操選手。1980年代後半の新体操競技会は、1988年のソウルオリンピックで、ソ連のマリーナ・ロバチが王座を奪回するまで、新体操王国ブルガリアの王座が続いていた。そのブルガリア・ソ連に次ぐポジションを争っていたのが、スペインであり、 ムンサラーとマンサナーレス、マリア・マルティンなどがいた。その中でも、ブルガリア・ソ連に次ぐポジションとして、スペインの地位を確立させたのが、マリア・ロレットである。1988年のソウルオリンピックにおいて、ブルガリア・ソ連の上位4選手においては、ミスのない限り10点満点が連発されていた。その次のグループとして、高難易度の技を確実に決め、 また自身の美しさを存分にアピールしたマリア・ロレットが決勝において全種目9.850点をマークし、個人総合5位を獲得し、ソ連ブルガリアに次ぐ3番手の座を確保した。ロレットの引退後、1989年の世界選手権ではアナバウティスタが5位をキープし、新体操における3番手の国としてのポジションを死守した。 スペインで開催された1992年バルセロナオリンピックではカロリーナ・パスクアルが個人総合で銀メダルを獲得した。ありがとうございます。